フィディオリオールは、フランスモンペリエ出身のラリードライバー。1994年に、フランス人初の世界ラリー選手権、ドライバーズチャンピオンに輝く。彼は16歳で、アマチュアラリードライバーであった兄のジェラールに、車の運転を教わる。1979年に初めてラリーに参戦。4戦に出場するがすべてリタイアする。1984年に、 WRC のツール・ド・コルスに初参戦するがリタイアに終わる。1986年にフランス国内選手権全戦出場し初のタイトルを得る。1987年、1988年とフォードでフランス国内選手権を連覇し、1988年のツール・ド・コルスで WRC 初勝利を挙げる。ちなみにこの時のチームメートは カルロスサインツである。翌1989年には、ランチアワークスと契約。翌1990年もワークスのランチアデルタを仮年間参照するも、トヨタのカルロスサインツに及ばずドライバーズタイトルを逃す。1991年には、サテライトチームのジョリークラブに移籍する。1992年には、ランチアワークスに復帰。 当時の年間最多勝ちである6勝、及び最多連勝記録である5連勝を記録する。しかし、タイトル目前のラリー3レモで、スタート直後にリタイアしたことを筆頭に、優勝以外のイベントでは1 1回、リタイア3回と両極端な成績であった。また同ラリーで、ランチアが、マニュファクチャラーズタイトルを決定すると、アバルトが開発から手を引いてしまいマシンの戦闘力が、 低下したこともあり、ドライバーズタイトルは、またしても、サインズに及ばなかった。1993年に、ランチアが活動を縮小して戦闘力が衰えたため、トヨタチームヨーロッパに移籍。同年のタイトルは、チームメイトのユハカンクネンが得るものの、翌1994年はサインズとの争いに、競り勝ち、3勝を上げフランス人初の、 WRC タイトルを獲得する。1995年は前年のサンレモラリーから投入されていたトヨタセイカ ST-205 で本格的に戦うこととなるがカタルーニャラリーにおいてフィニッシュしたオリオールのマシンのターボリストリクターがレギュレーションに抵触することが判明。トヨタは1996年、1997年の WRC 活動を停止することとなり、オリオールはシートを失ってしまう。1998年にオリオールがドライブしたカローラ WRC1996 年は、不参加が確実と思われたが、開幕直前にスバル遺跡が決まり、ラリースウェーデンに出場するも10位に終わる。スバルを離れた後三菱からサンレモに出場し、SS7 ではトップタイムをマークするも、 その直後にトラブルが発生し8位に終わった。しかし、オベアンダーソン監督からマシン開発能力を高く評価されており、翌年4月に DTE と再契約。すぐにトヨタカローラ WRC の開発テストに携わることとなる。トヨタは1997年の復帰に向け、サテライトチームを使い、セリカ ST-205 での参戦を行い、 オリオールも1997年の第7戦ラリーアルゼンチンにイタリアのプライベーターグリフォーネからセリカ ST-205 で参加して5位に入賞する。同年の第10戦ラリーフィンランドから TTE は完全復帰する。1998年からサインツと共にカローラ WRC を操るものの同年と翌年ともに一生のみに留まる。 2001年、ラリーフィンランドにて1999年末のトヨタの撤退に伴い、2000年はセアトに移籍するが、セアトコルドバは戦闘力が低く、セアトは同年で WRC を撤退。2001年はプジョーに移籍し、カタルーニャで優勝するもののマシン開発をめぐって、担当エンジニアのマリオ・フォルナリスと対立して、チームを離脱することとなる。2002年シーズンは、 プライベーターとしてカローラ WRC でラリー・モンテカルロに参戦。翌2003年はシュコダにシートを得るものの同チームの活動縮小の煽りでシートを失った。2年後の2005年にプライベーターのプジョー 206WRC でモンテカルロに出場するがリタイアに終わる。2008年からはインターコンチネンタルラリーチャレンジに参戦。グリフォーネから フィアットプントを借り、ポルトガル、ロシア、サンレモの参戦に出場するが、参戦ともリタイアに終わる。2009年はマシンを、プジョー 207S2000 に変え、開幕戦モンテカルロに出場するも、SS1 で早々にリタイアとなった。ありがとうございます。